日本鹿児島県薩摩仙台市家道委員長、上手家道委員長上手は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国南伊佐郡大村里上津村、薩摩郡大村大技上手、薩摩郡家道委員長上手。郵便番号は895-1503。人口は781人、世帯数は302世帯。薩摩仙台市の東部に所在しており、川内川、 支流久吹川上流域に位置している。麻生駅の北方から東方にかけては、稽道院長、黒木、東方は、愛良市加茂町漆、南方は、愛良市加茂町西の浦、南方から西方にかけては、稽道院長イムタ、西方は、稽道院長ヘタに、それぞれ接している。麻生駅の中央部を、鹿児島県道396号、薩摩稽道院線が南北に通っており、 鹿児島県道391号下手、山田調査船が東西に通っている。県道391号と県道396号は中央部に所在する薩摩船大市立上図。小学校前で100メートルほど重複した後、各方面へ分岐する。第二次世界大戦前は、明治28年に、寺上村の灌外港中にて発見した犬を育成し、普及した。 大村餅と呼ばれる餅米が多く生産されていた。上手という地名は江戸期より見え、薩摩国遺佐軍大村里のうちであった。江戸初期には下手村とともに大村とされている資料もあり、原禄豪町や天保豪町では大村となっている。急行給料では1842国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、 大村里の区域より、大村が成立し、江戸期の上手村は、大村の大技、上手となった。1955年には大村が、井田村、黒木村と合併し、家道院長の大技となった。2004年に、家道院長が、川内市、東郷町、入木町、日脇町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村と共に新設合併し、 薩摩仙台市が成立し、薩摩仙台市の大技、家道院長上手となった。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。上手簡易郵便局私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。